こういう意味で皆さんに座禅をやっていただきます。では皆さん座禅初めてですから、これからやり方を教えいたします。一度立ってください。はい、ね、皆さんの後ろに座布団が敷いてある。座布団半分になってください。はい、折ったらパカパカ口が開いてる。痛い。大丈夫ですか？はい、見てなかった。もうちょっと前に見て。はい、笑ってられない。Thank you.
暑いのかと思った。ねえ、こんな湯気出てるから ね。流れるうちに適度に冷める自然が作り出した温泉。天候によって多少変化しますが、この日の温度は37度。ちょうどいい感じです。え、ちょっと待って。あのさ、下さ、砂利だよ。砂利？あ、これ？下砂利。すごくない？天然の湖だよ、これ。天然の足湯とさ、うん、上を見上げれば紅葉を感じて、うん、こんなとこなかなかないよね。本当だね。雲が高い。